皆さんこんにちは、まあまあチャンネルです。今日の動画はですね、本水槽の方なんですけれども、昨日のね動画でも見ていただいた通り、トマスアクアさんのお宅にね突撃訪問いたしまして、フラグもね4フラグですねいただいたので、一応ねフラグラックの方に置いていたんですけれども、結構ねもうフラグラックもぎゅうぎゅうだし、1年半ぐらいずっと放置しているチヂミ薄くもんでしたっけ、なんかこうウニョウニョした薄くもんみたいなやつが、あのピンクとねグリーンのやつがねずっといるんですけれども、どこに置こうかなと思ってずっと放置してたら、もうフラグラックの上をこう伝って、なんかすごい変な形になってきてて、で、SPS コーナーにね移動したいなと思いながらも、ちょっとね幅的になんかぶつかっちゃいそうで、結局ねずっと放置していたんですけれども、今日はねちょっと若干ですがレイアウト変更して、フラワーコーラルもすっごい大きくなってきちゃったので、ちょっとなんかこう移動して詰めてギュッとしたいなと思って、整頓しながらフラグラックに置いてあったサンゴなどもちょっと移動して SPS コーナーに接着したりしながら、ちょっとレイアウトを変えていこうかなと思います。まあ、本当ね、こう自己満の世界で、多分見てる方からしたら「え、何が変わったの?」みたいな、全然変わってないと思うかもしれませんが、まあ、自己満ですね、自己満です。はい、若干ね自己満程度に、レイアウト変更をしました。本当若干です、ご覧ください。はい、それではおなじみのね接着剤、100均の接着剤をね大量に用意して、このねゆらゆら系コーナーをねまずちょっとギュッとしたいなと思って、一回外していきます。そしてねこのフラワーコーラル結構大きいんですけれどもね、外すのにちょっとね時間かかりましたね。大きくてね、重たいのでなかなかねうまいこと接着できずにね、ちょっと何度かこう接着剤を足しながら頑張って固定いたしました。本当に気づかぬうちにね、どのサンゴも結構大きくなってまして、まあ一苦労ですね、つけるのも。どこに置こうかなとちょっと迷いながらレイアウトをやっている様をご覧ください。そしてね、次はね、このまん丸にね、育った束ねサンゴですね。ちょっとね、左の方に移動しました。これもね、大きくてなかなかね、接着難しかったのですが、なんとか着きましたね。そしてこの巨大なヘアリーの山をね、ちょっと移動して、ちょっとね、左の方に詰めてもらって、空いたスペースに SPS をね、つけていきたいと思います。こちらがね例の放置しすぎたチヂミ薄子もんですね。なんとなくちょっとここら辺に置いてみました。
ね、レイアウトセンスないのでね、SPS のね、レイアウトがどうやってやったらいいのかよくわからずにね、ちょっと、しばらくね、いろいろこう迷いながらやってましたね。ちょっとね、あれからまた、少しね、変えて、トゲをね、トゲをちょっとね、後ろの方にやったり、このね、ピンクのハイマツをね、ちょっとだけ角度とね、場所を、若干ですが、移動しようと試みてたんですけれどもね、なかなか接着がうまくいかず、ちょっとここでね、時間を取られてしまいましたね。はい、ということでね、レイアウトの方完成いたしました。まあね、普段見ている私にしかちょっとわからないようなレイアウト変更かもしれませんが、自己満ですね、満足しております。まだね、先が甘いですけれども、この後ね、どんどん咲いて増えてくれたらなと思います。SPS コーナーはこのような感じになりましたね。トゲの方もね、やっと置けました。そしてね、チヂミ薄小紋、どこに置いていいか分からずね、とりあえずこんなところに置いてちょっと様子を見てみようと思います。今日はね、こんな感じでね、ちょっとね、簡単にレイアウト変更する動画でした。ちょっとね、場所的にどうなのかなっていうのがちょっとね、あんまり詳しくないので、とりあえずはこんな感じでいいのかな。ちょっとわからないですけれども、まあね、自己満ですね。ほんとね、もっとね、レイアウトセンスをちょっと磨いてね、あとね、こっちの方の水槽からね、熊の実水槽の方へね、サンゴも移動できたらなと思っております。はい、それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。